どうもこんにちは、自由です。今回もマリオカート8デラックスやっていきたいと思います。さあ今回がパート364ということで、今回もオンラインレースをやっていきましょう。さあまずはグッパキャッスルからですね。ということで今回も全96コース突き目指して頑張っていきたいと思います。さあ現在96コース中の95コースまで出現させることができました。ということで残りはレジーマンションだけということで、いよいよ最後の1コースになりましたね。このコースを出現させればもうオンラインでは全てのコースを走ったという感じになりますので、まずは最後まで頑張っていきたいと思います。言うて終盤の方がめちゃくちゃ出すのが難しいと言われていたんですが、だってパート281の時からねめちゃくちゃやってて、今回がパート364ですよ。なので結構やってんなという感じはありますね。もう 80% 以上もやっていますからね。さあということでクッパキャッスル、ここを最後にやったのがパート342以来だそうです。342だって言うんで、まあ頑張りましょうかね。さてさて、もうここはスターで、ここは向こうにしていく、はい、ここでも向こうにしていく、いいよ、頑張れ、いいよ、はい、ここで飛ぶ、頑張れ、 OK、 とりあえずここでキラーを使います。キラー使って、あ、そっか、今1位がめちゃくちゃ遠いのか。わー、待って、こっち来て、やばい、もうこれだったらスター使っちゃうもんね。まずいな、1位で結構離れてるな。 OK、 大好き、いいね、あーやばい、何急に、待って、スタンダー回避できたのはいいんだけど、何を食らったの俺は今、全く動って意味がわからない。俺はまず行って、待って、キラーこっちに来てる、ちょっとして、もうここだからダブルを確実に取っていく、頑張れ、うわー、キノコ4つ、キノコ4つで頑張れ、オッケー、なんか最後で上がれてるのとして、いけ、オッケー、オッケー、オッケー、ナイス、いやー、4位待って、なんでだよ、最後の最後。何があったんだ。まあ、でもとりあえず、いいのかな。プラス17。結構高い。オッケー、今回は幸先のいいスタートですね。さあ、次さあ、シドニーサンシャイン。さあ、ここ最後にやったのが、パート351以来ということで、まあちょっと空いてますね。ということで頑張っていきたいと思います。さて、もうとりあえずなんとなくもう今もガンガン走らせてはいますが、さっき4位だったからね、ちょっと今度は3位以内を目指そう。でもいけるかなこれ。とりあえずまず1つ順位を上げて、待て、とりあえずここでダブルを取る。さあ待てよ、これ強い方なのか、これひょっとして、いけ、待て、追いつけ、追いついて、頑張れ、待て、これ切ってもおかしくねえから、いけ、うわー、投げてこなかったのか、うわー、どうしようかな、ここらへん、いけ、やべ、ここ壁がね異様に邪魔なんだよな。言うて、危ない危ない危ない、とりあえずシングルを取って、待て、まずいって、ちょっと待って、スピードを落としてしまった、危ない、でも赤コーラは免れた方なんじゃないですか。いけ、とりあえずこうやってジャンプジャンプで、ジャンプか自分抜けていきたい、いいよ、とりあえず現在4位、このままちょっと粘っていきたいね、頑張れ、頑張れ、はなちゃん、はなちゃんをなんとか異様に使いこなしている。あー、ちょっと待って、大丈夫かな、赤無駄にしたけど、まあ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 、とりあえず待って、今3位じゃん、てか待って、また1位離れてない、異様、もしかして、頑張れ、いやー待てー、あー、でもここだったからよかった、頑張れ、うわー、ここでキノコ4つ、頑張れ、もうこうなったらもう全部使うわ、全部使って、うわ待って、最悪最悪なことを言った、
まずいな、この状況で赤と勝ったら終わりだ。あー、サンダー、まあまあまあサンダーだったらいいんじゃない。待て、あ、なんか追い抜いたんだけど2位。まあ最後は奇跡で勝ったという感じですかね。プラス26、俺が一番多くもらえるやんけ。オッケーオッケーオッケー、今回調子いいぞ、なんだかんだ。さあ次、ミュート式ということで頑張っていきたいと思います。ちょっと待って、なんで笑ってしまったんだ俺は。まあこれはともかく、まあ頑張りますかね。だってここ最後にやったのがパート327以来だそうです。結構やってないね、パート320台か。ちょっとね、ここら辺来るともうまだ2ヶ月経ってないぐらいなんですよ、言うて。だって年間、これ調べたんですけど、1年間、過去1年間に投稿されたマリオカート8デラックスの実況って実はだいたい200本くらいなんですよね。なので2日に1本以上の、いや 1.8 日ぐらいに1本は出していく計算になりますね。結構出しているということは、もう1年後にはもう 500% いってるんだろうな。はい、ということで1年後の俺はどうなってるんでしょうか。ぜひ1年後になっていたらコメント欄で教えてください。さあということで、そんなこと言ってるうちに、まず今あれか、頑張れ、いけ、頑張れ俺。あー待って、ここだとさ、アイテム回収できねえか。まあだよね。さあマイナーマップ突入。さあ残り1周で逆転を目指しましょう。待て、いけ、ちょっと待って、一気に抜かれるな。もう本当にさ、1以外の人のさ、プロ動画来るからさ、マジで危なすぎるんだよこれは。やばい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 、危ない危ない危ない、頑張れ頑張れ、やばい、ちょっと待ってくれ、まずいな、やばい、当たるって、やばいな、この状況はまずいって、いけ、あ、こうなった、まずい、もうこうだったらこうして、あ、いけるか、最後の最後、あ、無理か、8位。うわー、なんか最後の最後によし2回吹き飛ばしたんだけど、言うてマイナス4か、あんまり下がらないね。いやでも今回ラストレース、ツアーシドニーサンシャイン。さあここさっきもやりましたね。ということでまさかの2回目ということで、今度は1位を目指していきたいと思います。さっきここでやった時は2位でしたので、言うて1位はかなり難しいんですよね。まあとりあえず頑張っていきましょうかね。はい、まあそんなことはいいとして、まあこれね、お任せで選ばれました。言うてさ、落ち着きがないと、なんでだよ、なんでいつの間にか防御率なくなってんの。危ない危ない危ない、頑張れ、これあやばい、危なすぎるってこの状況は。あーでもダブルいかなくてよかった。うわー、またキノコ行くか。まあ今キノコ3つの状態を使っているからね。待て、落ち着いて、頑張れ、待って、スター引かれるな、マジで。待て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 、頑張れ頑張れ、危ない、しっかりと避けていく、頑張れ、あ、やってた、 OK、 なんとかダブルアイテムを引いていく。うわ、トゲゾー、トゲゾーいるの、やばい、あ、自ら当たりに来てしまった。危ない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 、なんだこの状況は。うわ待って、しかもこうこれは絶対できなくて、待って、今6位だけど大丈夫かこの状況。うわー、さあファイナルラップ突入。さあ残りあと1周よ、頑張れ、いて、なんでなんでこんなところにバナナ置いた、適当に適当に置いてそうなバナナなんだよなこれ。お、キラーゲット、ラッキー、これはいけ、ザンザン抜かしてくれ、
いけ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 、おい、なぜかダブル間に合った。いけ、ここだったら無敵で、もう無敵で押せ。いけ、頑張れ。あー、4位かな。あ、3位いった。最後の無敵がかなり強かったね、これは。これ完全にキラーのおかげじゃない？プラス19。今回シドニーで覚醒できましたわ。本当に。素晴らしい。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは 12,471 ということで、58上がりましたね。ということで、今回はかなり調子が良かったじゃないでしょうか。今回シドニーサンシャインが2回来て、2位と3位を引けたという感じですね。まあ、今回は全体的に調子が良かった方なんじゃないでしょうか。ということで、まあ、これからもね、まあ、こんな調子がいい時が続ければいいなと思っています。そして、ネジエマンションはいつ出るんでしょうか。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。